エミリー・カーは、カナダの芸術家、作家。エミリー・カー・カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリア生まれ。1890年に、サンフランシスコに越し、両親と死別した後、芸術を学び始めた。1899年、自らの研究をより深めるために、英国を周遊し、ロンドンのウェストミンスター芸術学校をはじめとして、コーンウォール、 ブシェイ・ハートフォードシャー州などのスタジオスクールで1910年の1年間は翌年ブリティッシュコロンビアに戻ることを念頭に置いてパリのアカデミーコラロッシュで学び過ごした。エミリー・カーはブリティッシュコロンビアとアラスカの風景そして先住民の文化に最も大きい影響を受けた。彼女が1898年に通っていたミッションスクールは バンクーバー島のユークルレッドに住み暮らしているヌートカ族のコミュニティのすぐ近くにあった。1908年、アラスカのスカグウェイを訪れ、インスピレーションを受けた。クワクワカワク族、ハイダ族、シムシアン族、トリンギット族などのトーテムポールの彩色や塗り法などを学び始め、できるだけ多くの人から学び記録することを試みたが、1913年に財政的な問題で、 バンクーバーに戻ることを余儀なくされ、その数年後にはビクトリアに戻ることになってしまった。当時はその街は両方とも芸術的に保守的な街でポスト印象派やフォービスムに影響を受けていた彼女の作品は周囲の作品と比べると明らかに異質で正当に評価されることがなかった。10年以上の間、彼女は陶芸家、ドッグブリーダー、および下宿の管理人として働き、 半ば芸術的なキャリアに見切りをつけていた。1920年代、カナダ国立美術館でのカナダ西海岸線住民と現代人の美術展からの依頼で招待出品した後、グループオブセブンのメンバーと交流を持つようになった。1927年、彼女はこの展覧会のためにオンタリオ州に向かった。そこでグループオブセブンと出会い、 特にローレン・ハリスからの指示は彼女にとって計り知れないものだった。グループ・オブ・セブンは自らの作品展にエミリー・カーの作品を招待出品の形で展示するようになり、以降長い長い付き合いとなった。付き合いが5年くらい続いた頃に彼らはエミリー・カーを現代美術の母と呼ぶようになった。バンクーバー島西海岸に住むヌート家族はエミリー・カーをクリー・ウィク。 クレイウィック、笑える、ヤツザラフィングワンと呼んでいた。彼女は先住民の芸術に向き合った経験を一冊の本にまとめ、その名前を転用し、1941年にクリーウィック、クレイウィックとして出版した。この本は同年カナダ総督賞を受賞した。その後、続々と本を出版した。大半が自伝的な作品だったものの、 半真実半フィクションといった様相で、作家としても優れた才能を見せた。ブリティッシュコロンビア州バンクーバーにある、エミリーカー美術大学、エミリーカーエレメンタリースクールオンタリオ州オタワに、ある、エミリーカーセカンダリースクールオンタリオ州ロンドンに、ある、エミリーカーパブリックスクールなどの教育施設は、彼女の名前にちなんで作られた。エミリーカーは、死後、 ビクトリアのロスベイセメタリーに埋葬された。彼女の墓品には芸術家、そして作家、自然を愛した人物アーティストオーサー、ラバー・オブ・ネイチャーと刻まれている。ありがとうございます。